キンプリと大違いで元 V6 森田豪子へ、セクゾマリウス派は、J 史上最高円満だったり、一緒に旅をしていく溢れ出たサンツの愛。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最新アルバム。 チャプティーリーアイが6月7日にリリースされ、初週から15万枚を売り上げたセイジゾーン。13日発表のオリコン週間、アルバムランキングでも1位を獲得し、そんなセイジゾーンコープをマリウス派23が2022年末でグループを脱退、芸能界からも引退した。現在は佐藤勝利、氏24。 菊池風魔28、中島健と29、そして松島聡トシ25の4人体制となった同グループだが、メンバーが見せるマリウス愛は健在で、ファンの話題となっている。スポーツ上記者がメンバーと事務所が炸裂させているマリウスへの一つ目の愛をあげる。アルバムの初回限定版 B の特典 DVD では、 5人での長野への旅ロケの様子が収録されています。グループを脱退し、事務所から退除したメンバーの映像が特典となるのはなかなか珍しいことです。そういう背景にはジャニーズ事務所ならではの事情があるようだ。ジャニーズグループからメンバーが脱退退除した場合それまでの経緯からそのメンバーがタブーとなることも珍しくない。 直近で言えば、平野志陽さん26、岸優太さん27、神宮寺優太さん25が抜けたキー n g o p スがまさにそう。三人同時脱退という異常事態が発生し、ラストライブもなし。ファンの事務所への不信感は根強いですね。全能。一方で、円満脱退があるのも事実だ。 筆頭閣が2021年11月1日に解散した V6 の元メンバー森田剛44である。森田さんは解散日に退場したのですが退場前の9月13日には翌22年1月公開の映画全貨社に出演することが発表されたのです。事務所を辞めるタレントの退場後の出演作には積極的には関わらないのが業界内での通例です。 しかし、わざわざ出演発表をした。これは、ジャニーズ事務所としても退場後の森田さんを応援しますよという強いメッセージだろう、と感じられましたね。映画公開年に行われた内田淳一さん42の写真展でも、会場には森田さんが写った V6 の写真が展示されていましたよね。どう近く、史上最高の円満だったい、と言われる根拠。 タレントの脱退、退場の場面では大きな注目を集めるジャニーズ。マリウスはその中でも森田を超える史上最高の円満脱退ではワイドショー関係者と言われている。その根拠となる二つ目のマリウス愛はアルバムの宣伝プロモーション活動からも見て取れる。4人体制で初となるアルバムがリリースされた6月7日に放送された日本テレビ系ジップでのことです。 VTR 出演した際、松島さんはマリウスと一緒に歩んできた10年以上の歩みをゼロにしないという意味を込めてアルバム名を決めたと説明。マリウスさんが聖児ゾーンへのインスタ投稿に即いいねをつけていることをいじられる一幕もありました。前でのワイドショー関係者。極めつけは6月8日発売の女性セブン小学館。 におけるインタビューでメンバーが炸裂させた三つ目のマリウス愛だ。佐藤さんがデビューからの12年間が一生だとすると一生は五人の歩みと語ると松島さんは二生も旅の続きっていう感覚かなと、コメント。そして、マリウスも含めて一緒に旅をしていくということは変わらないからと、五人で進んでいくことを強調していましたね。全道四角、五人。 協調の裏にあったグループ事情、メンバーが5人の政治ゾーンを協調する背景には理由がある。グループは2011年に5人で結成されました。しかし、14年に松島さんを中心とする、聖罪松、小、トマリウスさんを中心とする、聖罪ボイズ、とユニットの別ユニット結成が発表されたのです。その際、政治ゾーンを佐藤さん、中島さん、 菊池さんの三人体制となり、その他のメンバーは流動的になると明かされました。現に三人体制でシングルとアルバムがリリースされたこともある。しかし、メンバーの希望もあり、翌15年12月に、再び五人体制として再始動しました。前でのワイドショー関係者。グループの形を変えられてしまった経験があるからこそ、メンバーは五人に対するこだわりが強い。 それは20年12月にマリウスが体調不良で休業した後も変わらなかった。その2年後となる昨年の大晦日でのカウントダウンライブをもってマリウスさんはグループを脱退そのまま引退となりました。休業直前には処方薬の過剰摂取が原因で病院に緊急搬送されるなど、決して穏やかな状況ではなかったはず。 それでも、ラストライブの場を設け、メンバーと良好な関係を築いていられるのは、極めて前向きな脱退だったからでしょう。だからこそ、事務所との圧力も全くないのだと思われますね。全能。長年、グループで活動していれば、いざこざや不仲になることはあるもの。それが原因で解散するグループは多くあるが、政治憎悪を特別なのだろう。 近く、最高に熱い瞬間を、全国アリーナツアーに気合い、十分。仲良く4人で椅子に腰掛ける聖地ゾーンライブツアー、聖在ゾーンリブと2023チャプターは、6月10日静岡公演を皮切りに、8月23日大阪公演まで7会場25公演で開催される。会場25